ここは九州のほぼ中央、宮崎県の北西部に位置する五ヶ瀬町。今日はそんな五ヶ瀬町の倉岡という集落にある祇園神社、通称祇園さんの夏季例大祭です。倉岡に住んでいる人たちは着付け方とかダンス踊り方とかみんな小学1年生からやってます。小学校中学時代に習ったことを中学生とかに教えるために30年から40年間ずっと教えてます。私たちとしては、まあ、こういう昔から伝わってきた郷土芸能この伝統だけはやっぱ継いでいきたいなと。学校が協力してくれますので本当にこの郷土芸能っていうのはですね伝承していけるなと思っております。事前の学校でこういうことをしようと思ったんですけどなかなか根付かなくて、でここに来たらもうそれが出来上がってたのですごくびっくりしてます。はい、こういういろんな伝統を大切にしていくことをいろんな人に伝えていきたいなと僕は思います。世代を超えて大切に守られるものは人から人へ伝わっていきます。やっぱ昔のように戻んなさいっていうことなんでしょうかね。もう昔は本当にもう隣近所助け合ったりこうしてましたよね。感謝の輪を広げてくださいっておられた方には言ってます、はい、この地に鎮座され古くから町民に親しまれてきた祭り。これマカヤって言ってね、普通の草じゃなくてこの草にはね間がついてるということだ、うん、他に何もね寄りつかないということかな。いわゆるヤマタノオロチをイメージして作るんですよ。メートルで言えば12メーターから13メーター2周ぐらいかな、腰にでもね巻きつける蛇を動けないような、まあ、状態にして、でそれから神事をしてですね心をお鎮めください。一夜越しというお酒を乗せる台を作ってる、おろちが酒を飲む反対ですから。ご神木は榊の木をもみの木が抱くようにあって、その姿は神様が人々を温かく包み込んでいる姿のよう。大丈夫ね、大丈夫、 OK、 神事の後には神楽の奉納、そしていよいよ子供たちの日頃の成果のお披露目です。みんなも心が一緒になったような、いやいやもう嬉しくなってたまりません。私は嬉しくなります。多分神様も喜んでいらっしゃると思います。母なる祇園山の懐に深く抱かれて、人々の営みは祭りを通してこの先も時代を超えていくのでしょう。この空から参りましょう。
ここに美しき日本があります。